たちはショッピングチームです。ショッピング、yes。 僕たちは、ね、どこに行くかというとメルローズアベニューってことですか、ね、メルローズちょっと知らないです。じゃあですね、ショッピングができるあのなんだ古着スニーカーショップとか、はい、うわあの、ね、服とかスニーカーヘッドの俺にはたまらんぜ映える壁とかもねあるみたいで、僕たちはねそこに向かっていきたいと思います。壁画ツアー韓国雄大と言ってたじゃん。でもどこでも映えそうだけどね、だけで確かにマジでその辺の道とかの方がやっぱり素材が大事ということで、俺らでどこでもね映えさせていきましょう。というわけで、またメルローズアベニューで回していきます。バイビー。1個目のお店わがまま言います。ちょっと見ていただいて、タイラーさんのクリエイターのお店ゴルフ、ネットでしか買ったことないから嬉しい。すごい、はい、テンション上がるわ。もう店だけでめっちゃ可愛い、超おしゃれやな。これは僕も買っちゃいます。でも可愛い、めちゃくちゃ色いいね。やばい、全部買っちゃおう。 OK、 Thank you。恥ずかしい、かわいい、嬉しそうですね。楽しいです。めっちゃかわいいやん、かわいい。お、すごいアメリカポップ。これとかめっちゃ俺好きやけど、かわいい。いいね、LA 来たら絶対そこ来よう。ヒロとめちゃくちゃ迷ってますね。大量に T シャツを買っております。絶対履かないけど欲しい。いやいや、もう可愛い。絶対履かないけど欲しい。めちゃくちゃ可愛い。 Thank you。 Thank you so much。 嬉しい。 Nice。スプリーム持ってた。スプリームの帽子じゃないですよ。そう、全然覚えてない。ずっと俺終始なんかニマニマしてたから、なんかずっと絶対キモい感じ映ってるもん。店の中とか。あー、どうもちょわね。ちょわっそよ。おー、かわいい。ちょいやん。お、帽子マジでいい感じ。お、ジン買ったの見せて。パーカーです。ちょっとより意外と寒かったね。そうね、可愛い。すでに欲しいね。なんか蜂みたいな。可愛い。買います。後ろのブーツが、後ろの子インドが入ってた。あ、B って書いてある。これを冬たくさん着たいと思います。はい、僕はこのサッカーのね、可愛い。そう、このアクセサリーにあったんです。緑ばっか買ってた。わかる。俺今日オレンジだった。あ、ほんと。そうや、オレンジで。そのヒロとのネックレス奪い取りたい。奪い取りたい。欲しい。やってまいりました、ピンク屋さん。ピンクホットドッグ。あ、全然違うわ。ピンクスホットドッグ。いいですね。え、何頼むか。みんなクラシックどれですか。どれがいいか。これカール・レイナーだ。え、カール・レイナーと。ベーコンチリでしょうか。あ、トニオン・リー。 Can I have three? One classic and bacon chili cheese one and car arena dog and one onion ring. Okay. Can I get a coke? Ah. じゃあ3個にする。 Yeah, three coke.
That's all. Thank you. 4375. It's okay. Thank you so much. え、キャリーパミパミさんだ。本当だ。もうガチだ。もう一回。ケイティ・ペリー・ジャクソンの隣に。待って、夜遊びさんも来てる。俺らも撮ってほしいね。INI 来ましたよ。えぐすげえ。ちょっと飲んでいいですか。乾杯しようじゃん。チューズ。めっちゃでかい。うまさ倍増するわ。はい、チーズ。サイズがアメリカンサイズ。しかも天気もめっちゃいいから。後ろのもう奇抜なバスもすごいぜ。食べますか。Yes. いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。わー、待って、めちゃくちゃボリューミーやな。あっちちちち。うん、めちゃくちゃいいじゃん。うわ。いただきます。うわっ、うまっ、うん、うん、おー、しょっぱい。ガツンときますわ、これ。えぐ、なんか、嫌な暑さじゃないとかがいいよね。マジでそう。日本だとやばいけど。早く食べちゃった。めっちゃ T シャツ欲しいな、T シャツ。おー、言ってくるわ。それにしようよ。何する？いいね、でもその店とかこれぐらいしか買えないから確かに。で、見る、T シャツ出れば欲しい。また T シャツ買いにレジに来ました。灰色、ピン、青、ピンク。はい、そうしようか。かわいい。というわけで、やっとメインの場所に来ました。メルローズアベニュー、はい、メインストリート、はい、僕たちはもうピンクスの帽子でこれから行きたいと思います。ピンクス T シャツ文字に関してはピンクスの店員さんレベルの。 Let's go。 もう行ってみましょう。ここ、いや、すごい。何やよこれ。何や、ウェイステッドなんだ。でもあれだ、古着屋だね。入ってみよう。入ってみますか。結構おもろい。おもろい古着。うわ、おしゃれや。うん、楽しい楽しい。店員さんかっこいい。お、キャップがあるぞ、キャップが。曲がいい。お前がホワや。俺がホワ。めっちゃ可愛いやん。うん。アメリカってだけで面白い。なんかどんな気が。
おい、めっちゃよくない？かわいい。これよくね？竹足りてない。竹足りてない。顔足りてない。何気づかんの？水色結構好きなんですか？ブルーだ、ブルー。なんかアメリカっぽいやつがいいな。でもこういうジャケット系ってもう今買っても気分じゃなくなっちゃう。あ、コールドウォールさん購入いたします。ちょっとあのピンクさんとはちょっと短い間でしたけど、でたくさん着ると思います。これはララランドっていうお土産屋か。お、なんかあるんじゃん、ジンとか。ガチ？ないんかな。ネームプレート？エビニチリ FJHIJKLM。ジムならあるぞ、ジム。あ、ジム。惜しい。惜しい。ジム。かわいい、セクシーなカップだね。これショットとか飲むんじゃん。ショットとかショットグラスって地味にさ、絶対買わないじゃん。絶対日本で買わない。なんかお土産でもらうのがすごいちょうどいいな。確かに。
もうこの時点でちっちゃそう。さすがにちっちゃいですね。試着しようかな。どうだったビーチ？ビーチめっちゃ気持ちよかった。いやーいいな。ブレた。足だけ入った。足だけ入った。いいな。いいね。写真あと見せてね。あ、見せる見せる。あらすー。OK。ハリウッド到着。イエーイ。ラッポー。ショッピングはどうでしたか？はい、僕らショッピング班なんですけど、いろんな古着屋さんとか行ったり、あとハリウッドのストリートも行ってきました。いいね。行ってきました。いいな。洋服も買って。新しい服？洋服。あ、これもお届け屋さんでなんかもらっちゃいました。すごい。みんなお揃いだね。もうこれ3人、でしかもそこのホットドッグ屋さんなんかめっちゃ有名っぽくて、はい、いろんなもうだからすごいジムクドッグとかもういろんな人が来るようになって、めっちゃ写真とあのサインめっちゃあって、ギャリーパンの中に俺らも撮ってもらった。イエーイ、撮ってもらいました。すげえ。ステージにさせていただきました。おい、いいね。ありがとう。美味しかったですよ。すごい。お、今日スタジオグループは俺たちはカフェ行って、はい、でお昼ご飯食べて、美術館に行って、もう一日結構ゆったりしてね。はい、いやめっちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったね。美術館で浴びた風が本当に気持ちよすぎて、はい、美術館で浴びた風、はい、なんか結局美術館に入れなかったの。そうそう、美術館で外を、ね、そう音楽聴きながらね。そう、ジャズやってて、ジャズやってて、めっちゃ良かった。なるほどね。めちゃくちゃ気持ち良かった。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後、雄大どうだった？はい、僕たちはね、海行って、海の近くのところでテラスでご飯も食べて、その後なんかトッピングストリートみたいなところ行ってお土産とか買ったりとかして、全てが詰まったコーナーでしたね。最高でした。ビーチだっけ？ビーチ、ビーチです。ビーチ、海入った。自分たちができる最大級のところまで入りました。あそこアトラクションとかあるよね。あ、なかったんすよ。サンタモニカの方じゃなくて、あ、違った。ちょっと違うところですね。ってことでね、去年は10人でしか来れなかったんですよ。今年は11人で来れました。どうですか、初ハリウッドですか？はい、どうですか、初ハリウッド。いや、めっちゃ嬉しいですね、やっぱ。さ、ようやく生で見ると感じがして、はい、昨年はお探ししました。はい、良かったです。はい、ということで、じゃあまた来年も再び LA に戻ってこれるように、はい、はい、明日本番ですけど、はい、明日本番頑張ってまた1年頑張りましょう。頑張りましょう。以上、ありがとうございました。イエーイ。ちょうどさ、暴れ出すマンヘンドがさ、これがなんか1個ずつあるね、みんなこれやってたからちょうどいい感じ。そっか、竹内もうちょっと中入ってる。はい、レッツロックで入れ替えよう。いいのでは。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いいぞ。最後もっとアピールしてよ。キュッて、キュッて、キュッて。一瞬だけ。はい。